さーて、トゥルットゥルの戦いも佳境を迎えております。リトルマジック行きましょう。まあこの水の戦士がちょっとねやられちゃってると、この魔法使い調子こいてると、これはもうお仕置きですね。お仕置きしないといけませんね。とはいうものの、大男レベル1、おいレベル1でも舐めちゃいかんからな。ただレベル7がここにいんのか、微妙に届かねえとこにいんだよな。でもまだ魔法陣が今行ったばっかりだから届かないと。なのでここ移動して魔法打ちまくるのがいいのかな。とりあえずで、しかもこれ銃しか使わないから、多分銃だよね使うの。そうだよね、だから船に乗ってると一生使えるっていう、これは強い。いや2発で行っちゃいましたよと。で当然こっちも使えますよと。これはえぐい。レベルマックスになった魔王、この戦艦は落とさないといけませんよと。事件ですよね、これは。これはなかなかの事件ですと。で、あとは火の戦士、の戦士、武術家。はいはいはいと。これ一旦回復させちゃって下行きますと。でこう行くと、こう詰めちゃうと。オッケー。で王子も行けると。使い芝くか、もう芝いちゃいましょう。行っちゃってくださいよと。ズンズンズンと。あーレベル、こっちはレベル低いからまだそこまで脅威じゃないけど、46、武術家がちょっと残ってんじゃねえかと。火の戦士レベルマックスか。そしたら一旦下がって、火の戦士が魔法使いに攻撃すりゃええでしょ。な、今ガオって言った、お前今ガオって言わなかった、あんた今ガオっつったよね。よしガオ言ったな。最後後ろからね、突き立てましたよ。突き立ててやりましたよと。調子乗ってるとああなりますよということですよ。はい、どんどん減らしていく。風の聖戦士、もう聖戦士って勝手に呼んでる。ああ、まあまあ残ってんな、まあ残ってんな。これ調子乗ってってやばいっすね。ああ、水だから、雪だからあんまり行けなくなってますと。いや、ここで本当に調子乗っちゃうとダメよと。風の戦士、分かりきったことを言うっていう。そんでここで炎を使えばいいんじゃねえっていう。
多分あれ溶けて、溶けてみ、あれ溶けてない、溶けてない、え、乗っかってっと溶けないのこれ。こいつ移動できなくなりましたから、ラッキーパターンですね。何をもってラッキーかは知らんけど、まあ行ってみるか。いや、これは危険か。ここにしとこうか。火の戦士。あ、まあ、だいぶ回復したね。だいぶ、だいぶというか。オッケーオッケーオッケー。いけるいける。うん、なるほど。なるほどと。これ半魚人がさ、ここで戦っても敵んとこで戦うんだよね。あ、そこがちょっとな、難しい。やっぱ半魚人難しいね、使い方。これで解けないって言われちゃうとうーんってなっちゃうから、まあ押し、まあ OK、 まあ OK よ。上から、いや下からか、下からも右からも来て、もうどうしようもできない。まあそんなビビる玉じゃねえよな、コンピューターは。嫌なことやってくるからね。まあこのファミコンですけど、まあスーパーファミコンぐらいの将棋、いや森田将棋っていうソフト持ってるんですけど、結構強かったっていう。まあ慣れた人からすると全然大したことないんでしょうけど、いや結構強いっていうね。森田将棋ね、考える時間長えんですわ。長ってなる。いやでもね、結構本当嫌なことやってきてみたいな感じで、つえなって子供ながらに思ってた。おし、綺麗に決めていく。なんだかんだで風の戦士が粘ってるよね。やっぱ素早い、素早さ、やっぱスピードが重要なのかな。誰かが言ってたような気がするけど、戦いで最も重要なもの、スピードだ。おっと、そこ危ないんじゃない？そこ危ないよ。砲台待ってるし、魔法使いもいるよと。いや、もうもう本当に本当に終わりますね、これは。いいですね。何人来ようと同じだと。おっと、逃げた。うまい。さすがにうまいな、これは。ちょっとうまいっすね。ああ、まあまあ召喚のためっていうのもあるのか、うん、でもこっちも船がすげえいるから、いや届かねえんだよな、こっからだとね。まあ移動はさせます。こいつでしたっけ、レベル7。ここはもう行っちゃうでしょ。もう着陸させちゃってもほんといいから。王子、王子、マジか。
マジか王子、それはいかんぞ、それはいかんぞ。やっちゃいけねえよ。ほら王子、やってれば、やってれば。いやでもこれで倒せますか。いけますね。いや無理か、ここ行かないと当たんねえのか。でもここ行きたくねえ。まあまあ行くか、行くか。砲台使ってないっすからね、まだね。いやこれじゃねえ、魔法使いじゃなくてこいつじゃなくてこっちですか。こっちで当てていくと。なかなか面白いことをみんなしてくれるね。なかなか面白いね、面白いね。いや僧侶倒したかったんですけどね、本当は。なかなか面白いことしてくれるじゃない。よし、しっかり倒す。で半魚人でガードしてやるか。一応どこまで効果あるのかは分かりませんが、どうだろうね。ゴーレムはこれで、あー、うわー、いったな。よし、 OK。 うわ、ガードス粘るね、粘ったな。ここは慌てず、慌てず、慌てないよ、慌てず、慌てずが大事。急に外し出したな、急に外し出しましたよね、こいつら。こいつら急に外し出したからな。これえぐいな、これ水の戦士えぐいっすねこれ。えぐいなこれ。ツルツルはちょっと風の戦士と相性がね。とりあえず打ちましょうか。100100100。まあ打つしかないか。まあ、奥から行くか。こいつも奥から、奥というかとここしかもう届かん。よし、安定、風の戦士は安定。100、ゴーレムやるか。ゴーレムやっちゃいましょう。確実にね、いけるやつからいきましょう。おつおつ、ちょっとかわしやがった。オッケー、これもね、発見したおかげです。発見させていただきやしたと。誰か出れるやついる？
待機中は空いた。魔法使いか。多いじゃん。魔法使いぐらい。こっちから行ける。いいね。風の戦士一旦戻る？戻り？戻りので行くか。ここ行く意味あるかな。うん、まあまあまあ回復してからでいいでしょう。ちょっとずつ進み遅くなって雪があるから、まあ言い訳しちゃうとね。あと砲台もまだ使ってないから。でこれまあ魔法使いっていう驚異的なねやつがいなくなったんで、まあ次のターンからはガンガン進みますね。はい、本当かと。今まで全部見たけどそんなことあったっていう。ないです。一歩一歩地道に進めております。船にね乗り込んで魔法使いがやられなければもう勝ち確ですよ。このゲームは、このマップ。おっ、いや大丈夫大丈夫、全然大丈夫。よし、雪は大丈夫。おっと、トゥルトゥルの戦い。トゥルトゥルでも火の戦士だったら負けねえぞと。絶対もうダメージ受けない方針でいく。さあどうする。これがベテランの戦いだ。うっつ、やるやないけ、やるやないけ。最後頑張ったな。おい、半魚人舐められてるぞ。つー、いてー。結構最後の伸びがあそこから伸びるのか。振りか。あんなに離れているのに。離れすぎじゃねえのかと。 OK、 半魚人レベルアップ。半魚人舐められてるぞ。半魚人舐められてるぞ。つえ、調子に乗らせると水の戦士はもうダメっすね。バードマンがやられたから半魚人はせめてね、せめてやられないように。よし、ジャンプ力が若干高いのかな、もしかして。上来た、ほら。もうやられませんから。私くそー、絶対やられたくねえからなこれ。いやちょっと食らったな。だが来れない。これはもう離れちゃえばもう勝ちですね。魔法ぶっ放して船で逃げちゃえばいいだけですから。いいね。まあそこはあんま関係ないか。逃げたな。
逃げろと。もうこれはね、はいと。さあ行こうか。これで安全攻撃で行こう。安全攻撃。安全攻撃が一番よと。ん？ここよ。はい、魔法使い行きましたと。さあここで。あんま減ってなかったさあ。でも回復したのか、魔法で。炎で削っていく。足場がなくなるぞと、お前ら。黒焦げだと。スン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 と。でこっちがあと一回だから、もうこやつらを、うわ、もうこやつらを決めちまえばどうってことないってことよ。よし、7でしょ。どんどん落とすぜと。おい王子、さすがだわ、さすがだわ王子。でもこれでいけるか。逆にいいね。いや、っていうか逆にここ行けるようになっちゃった。まあいいだろう。お祭りの、まあお祭りの一歩手前だと。レベル2か。ここなちょっとつなげてもいいかなって思っちゃったんだけど、どうかな。一旦ね下がって、いけるようになるじゃない、ここ。池風の戦士と。素晴らしい。もうイケイケですね、もうこうなったら。70。いや、なんだかんだで魔法使い、まあ遠距離攻撃やっぱり強いっていうことですわ。トゥルットゥルだと強えな。トゥルットゥルだと強いんすよね。うん、いいよ、いい動きしてるよ。悪くないね。あー、ちょっと、いいいいいいよ。レベル1がゆく。僧侶もゆく。全然動けない。いや、全然動けないだろ。いや、すげえいけるのよ。風の戦士やっぱりいいね。いや、結局機動力か。結局そういうことか。なんだ、そういうことかと。もうすっかりバードマンのこと忘れようとしてますけどね。俺は忘れない。よし、占領、占領。水の戦士、今まで調子に乗ってたそうじゃない。
だがもう調子に乗らせねえ。 OK。 ちょっと不安なのよね。よし、いいよ、うまい、いいよ。こっちが思わぬ伏兵でしたな。伏兵、思わぬじゃねえけど、向こう、こっちからするとね、こっちからすると大したことないけど、向こうからすると思わぬっていうね。全員動いたね。よし、オッケー。なんだったらさ、あの魔導士のとこまで船氷溶かしてって船で攻撃してもいいぐらい。そうするとあいつ逃げるかな。あいつ逃げそうだよ。もう 1,2,3,4,5,6,7 体よ。手追い含めた7体だから、ね、うわ、魔導士さんよ、助けてあげなさいよ。みんな結構減ってんな。みんな減ってるな。一人だけ無事。武術家も無事だよ。おいっす。おいっす。いや、逃げるんかい。そこ空気読んだな、みんなな。みんな逃げたから。あ、じゃあもうこのまま、行っちゃいましょう。もうこれラストになるでしょうからね。行っちゃいましょう。ぬんと。もうここはイケイケですよ。もうイケイケで。やりよるね。レベル1の水の線、レベル1とは思えない、この重厚硬さ。でもイケイケで。ここで逃げてちゃ男じゃねえよな、さすがに。これはと言いつつ考える。いや、でももう行き場所がねえんだよ。いや、お前マックスかい。お前マックスかい。お得意の連続攻撃ですか。強えじゃねえか。強えじゃねえか。いや、こっちもそんなやられっぱなしじゃねえからなと。よし、賢した。行ったれと。おい、もうお約束は腹いっぱいだぜ。やめたったれやと。黒焦げ。行ったれもう。ゴー。オッケー。さあ、最後魔導士ですね。全然まだだけどね。あれ、ここ船行けない。ここ船かい。そしたればこう動いて、こう行っちゃうんですよ、こうやって。ちょ、待て、行き過ぎるな。そこは気をつけろ。 1,2,3,4 ここまずいっすね。武術家の隣までですね。ここまで OK と。ういもうね、素手が剣がすでに
素手が剣に勝てると思うかと。その心がね、その心がダメなんだよ。まあ、大事よ。その精神はね、武術家の精神は大事だけど、これ戦争だからなと。魔道士が仕掛けてきた戦争ですよと。戦争でそれはね、通用せんぞと。で、ここで、こう炎なのよと。ここで入れるでしょうっていうね。で、魔法ぶっ放していくと、ズン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 。魔法使い最強ですわ、これ。育ったらもう、結構持つな。結構持ったな。よし。もう蹴りからのね、剣を入らねえって思って。いけいけ。オッケー。よし、魔道士ももうビビっちゃって、もう何もできないじゃないですかと。あとはもういいっすかねと。そう、疲れちゃうんで、僧侶が。僧侶疲れちゃうからと。いや、もう大丈夫でしょ。さすがに。さすがにね。魔道士さん、どうすんのよと。ほら、助け求めてるぞ。多分回復はしてあげるんでしょうね。ドゥルドゥルーと。マックス回復してるんじゃない？マックス回復の可能性あるよ。うわ、すげえ、さすが、やっぱ僧侶、そこだよな。そこが僧侶の偉大さですよ。こう言って、一旦帰ろうと。で、ここで魔法を打つわけですよ。こうやって。やべ、右のやついけなくなった。そういうとこだよな。あ、上からいける。上からいける。まあ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 、でもそういうことっすわ。だから、ここで、もう誰でもいいんすわ。もう誰でもいいんすわと。こうよ。なるほど。まあ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 。火の戦士が77ですか。まあ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 、いや、もう十分でしょう。十分すぎるでしょう。さあ、来たまえと。回復したものの、あと2体。ほら、誰行くんだと。いや、お前行ってくださいよ。お前行ってくださいよってどういうことだよ。お前行け。おわ、占領されちゃった。魔道士。どうする魔道士。おい。油断は良くないからな。こうして、ここ行きますと。
まあレベル9とはいえ、あのね、あーでも怖えな、怖いっすね。レベル9はね、なかなかの威力持ってますからね。まあおとり入れつつだろうね。回復していこう。レベルマックスはやられないからさすがに。おお、いけちゃういけちゃう。これ右のやつらはもういいってことでいいのかな。いやでも先に移動させちゃいましょうよ。そしてこれいけちゃうって、先に移動させちゃっておいて、でよし、こんだけいりゃまあ大丈夫でしょう。こうやってぬんとで落としていく。いやでも怖えなこれ、外したら怖いよこれ。ウィーと58、もう決めちゃってくださいよと。これはまだ決まらないと思うよさすがに。おーおー逃げ道、退路を塞ぐ、退路を塞いでからの王子、塞いで恐怖を与えて王子頼むぜと。おお、最後はバッチリ決めてくれましたと。私の負けだ。ふっ、それも魔法で欲望を満たそうとした報いかもしれない。え、ドクロの顔。姫よ、私はあなたのことが本当に好きだった。幸せになってくれと。いや、それ最初から言えよと。魔導士様、様つけてる。気まずい、気まずい。姫、魔導士は本当に悪い人ではなかった。あ、そういうパターンね。魔法という強い武器を持つがために自分の心を次第に歪めていってしまったのです。うんうん、そうね。姫、ご無事で本当によかった。さあみんなが待っています。城へ戻りましょう。優しく手を差し伸べると。はい。あ、ちょっとね、やっぱ人の心を持っていたんだけども、王子の言った通りね、ぴったりくっついてんじゃねえかと。こうして長い戦いはようやく終わりを告げました。二つの国は一つになり、人々はいつまでも平和に暮らしました。遠い世界の物語。シンプルでいい。いや、大男強かったっすね。いや、いろんな戦いありましたけれども、まずは本当に最後まで見ていただきありがとうございます。いや、長くいいシリーズになっちゃいましたけれども、思った以上に、はい、まあ、ほんといろいろな戦いとかね、まあ、バードマンもね今出てますけど、最後まで残せなかったとかあったけど、全てはまあクリアのためにね、みんな頑張っていこうよスタンスでいきましたと。まあ、結局魔法をね、タイトルにあるように、リトルマジック、魔法強いじゃねえかっていうね、全然リトルじゃなかったけどね、
あのね、戦士が使うあの魔法ね、妖精、精霊ですか、あれの魔法はね、ちょっと面白かったっていうのはありましたけれども、あれがリトルマジックなのかな。うん、ということで、本当楽しませていただきました、リトルマジック。皆さんもぜひ、機会があれば、プレイしてみてください。ではまた別のね、動画でお会いしましょう。別の作品も見ていただけると嬉しいです。ではまた。